やっほー、阿部かや子です。新生活何かとちょっと落ち込んじゃうこともあると思うんですけど、そんな時に見たい、私的落ち込んだ時に見たい映像作品ベスト5プラス番外編を皆さんにお知らせします。これね、みんなにも見てもらって感想とか教えてほしいなってすごく思います。やっぱりその映画とか見た後ってさ、感想を共有するのが実は一番楽しかったりするじゃん。そういうのができたらなと思うので、ぜひ見たらコメントで感想を教えてください。では紹介していきます。レッツゴー。まず、ドラマなんですけど、これね、私は Hulu で見てて、ニューヨークガールズダイアリー大胆不敵な私たちっていう作品で、まあ私たちとかもうちょっと上の世代の女子3人がファッション業界で働いてて、まあいろんな壁にぶつかってそれでも強く頑張っていく物語なんですけど、なんかとにかく映像がおしゃれで、それを見るだけでもちょっと気分が明るくなるし、同じ世代の人たちが同じような壁にぶつかって姿、そしてそれをこういろいろ模索しながら解決したり、まあ解決できないこともあったりするんだけど、まあ一喜一憂してる姿を見て共感して、よし明日からまた頑張ろうって思える作品です。あとはね、同じような感じでいくと Netflix で見られるのも映画なんですけど、サム・アン・グレーと輝く人にっていう、これ私も5回ぐらい見てて、なんかね、音楽とかがおしゃれ、なんか新しめの洋楽とかを結構いっぱい使ってて、何かをしながら流してるとかでも元気が出る感じでね、なんかまあ失恋した女の子をきっかけに、まあ、話が始まっていくんだけど、なんかガールズパワーってすごいなって思って、なんかこれを見ると女友達に会ったみたいな気持ちになって元気が出る作品。この人たちがそばにいてくれるから私は明日も頑張れるみたいな気持ちになります。あとはね、映画で Believe 未来への大逆転っていう、これ実話の映画で、私はアマプラで見てるんですけど、ルース・ギンズバーグさんの話で、なんかまあ今ほど女性が男性と同じくらい活躍できる時代じゃなかった50年代の話で、女性が活躍する権利を得ようと思ってただひたすらひたむきに頑張っている姿ってすごいなって思うし、私はここまで何かに真剣になったことがあるんだっけって思うくらい、まあ、実話っていうのがやっぱり大きいかなと思うんだけど、すごく励まされる。なんかなんで頑張ってんだっけ私とか、どうなりたいんだっけとか思った時に見ると、答えは見つからなくても何を頑張ればいいのか探していこうっていう気持ちになるかもしれない。私はなった。あとね、これも私は心の元気が出た映画で、レンタルかもしれないけどアマプラで見られますね。ビューティフルマインド、有名な作品でアカデミー賞とかも受賞してる、ちょっと昔の2001年って書いてあるんだけどの作品で、これも確かね実話っぽい伝記みたいな感じだったかな。まあある天才の数学者の方がいて、幻覚とかが見える病気になっちゃう。それで病院とかに入ってお薬とかもたくさん飲んだりして、お薬をやめられなくなっちゃったりして、お家に引きこもっちゃったりとかするようになっちゃう人が主人公で、でも最終的に、これなんか結末に触れると微妙なんだけど、周りにいる人たちってあったかいなって思う作品だった。なんか人を頼ろうとか頼って生きていてもいいんだなって思える作品だと思う。なんか大人になると人を頼るってさ、すごく難しかったりすると思うんだけど、意外と周りの人は自分が思ってるより優しかったりするし、頼られて嬉しかったりする人もいると思うから、落ち込んだ時はぜひ周りを頼ってみてくださいっていう映画。あとはね、エリン・ブロコビッチっていう作
て、これも、まあ、女性の活躍に関する話で、これもね結構実話なんだって。シングルマザーが交通事故に遭って、でもこう裁判に理不尽にも負けてしまって、でムカつくから、その時に自分を負けさせた判事のところで働こうっていう、ちょっとその思考回路私よくわかんないんだけど働くことになる。でもなんかそこでいやいやっていうか、まあさ、仕事をしてるうちに、あの資料とか書類とかを読みながら、これってやばいことじゃないっていう資料を発見してしまって、それに関する裁判を起こすっていう話なんだけど、全く裁判とか法律とかも素人の女性が一生懸命頑張って正義を勝ち取ろうとする強い姿が、やっぱり頑張る女性はかっこいいなって思いました。落ち込んだ時元気出ると思います。こんな感じかな、私の、まあ、ベスト5、そうね、ベスト5今のところで、もう一個どうしても加えたい大好きな映画があるので、プラスワンで、ね、レンタルかもしれないんだけど、アマプラで 5% の奇跡、嘘から始まる素敵な人生っていう映画で、あの普通の青年がある日突然 95% 視力が奪われるっていうか、見えなくなっちゃって、本当にもう近くにあるものが何かも認識できないくらい見えないんだけど、それを隠して一流ホテルで働き始めるんですよ。これもね、なんか実話とか伝記とかだったんだけど、本当にすごい、何も言えないんだけど、本当に感動するし、人って不可能ってないなって、うん、あと友達って大事だなって思う作品です。これも人を頼ることって大事だなって思える作品なんですけど、心は温まると思うし、頑張ろうってなると思うから、これも見てほしい。感想教えてほしい。みんなと共有したいよ。はい、こんな感じですかね、私のベスト5プラス1。映像作品は結構助けてくれると思います。たくさん見てね。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。またね、頑張れ。